体10キロでどのくらいの距離かな。上り坂がたくさんあるか、しそがあったらいいな。もしこれは皆さんが考えていることなら、私と一緒に香港国際マラソンの10キロを試走しませんか。これは2013年に10キロを走りながら撮った映像です。ご参考してください。まず尻尾を張ってマラソン大会の T シャツを切って朝ごはんをちゃんと食べて出発。え、何？私はなぜマラソンを走るの？じゃあ2012年の時を遡りましょう。2012年、いとこの結婚式は沖縄で行うことを知らせた。電話でいとこは、僕は沖縄へ行く前、まず郷土へ行ってマラソンを走ると言った。彼は東京のマラソンを走ったこともあって、東京の観光名所を走って、支援者からもらった美味しい食べ物をいっぱい食べた。あんな面白い経験は私も体験したいな。2013年の香港マラソン大会の10キロコースを目指して2012年から練習し始めた。月から月へと痛みに耐えて筋肉が強くなって、肉体的な忍耐力だけじゃなくて精神的な忍耐力もつけてきた。自分自身のことをもっと了解して必要ない恐れが少なくなって自信も少しずつつけてきた。人生もマラソンを走ることみたいだろう。痛みに耐える時もあるし、もうダメだと思う時もあるし、何もないように思える時もあるんだけど、主は新しい足へ道を作られ、私たちを試みに合わせないで悪から救うことを信じている。神様は不可能を可能にする。いつも血圧がひどい低くて街で倒れて入院したことが何度もあった私さえ、神様の恵みによって奇跡は本当に起こせる。